婚します。人の気持ちを忘れることなく、互いを尊敬し感謝を忘れずに、信頼し合い成長できる笑顔に満ちた家庭を築いていくことを皆様の前で誓います。華やかな結婚式、永遠を誓い合ったのは男性カップルでした。男の人と女の人の結婚式と同じようにしてくれた、うん、それが本当に良かったですね、うん、多様性の時代、ブライダル業界でも受け入れが広がっています。我々はですね、日本中で結婚式を挙げやすい環境を作るということを目指しています。朝一スクープです。今朝はこちらです。今ちょうどいい季節ですので、結婚シーズン、はい、結婚式シーズンということで、さまざまな、結婚式が行われている中、CM 前にもご覧いただきましたけど、同性同士の結婚式も行われています。はい、同性婚は法律上は認められていませんけれども、結婚式とかご披露宴は挙げることができますよね。当然そうですよね。人生を共に歩むパートナーになるわけですから、その点は、異性の結婚と何ら変わりがないわけですね、それぞれ結婚式についてのあり方を聞いてみました。福岡市大名にあるこちらの結婚式場、少人数専門の結婚式場として17年前にオープンしました。これまでに多くのカップルを祝福してきました。費用も安く、2人だけでも式が気軽に挙げられることから、同性カップルにも人気があるんだそうですよ。創業当初から受け入れの方はしておりまして、一組でも多くの方のご要望にお応えすると、簡単にお客様の要望を断らないという、目の前のお客様にしっかりと尽くすということを、モットーにしています。あ、ね、久々、懐かしいね。めっちゃ懐かしい。すごい、ここ歩いたよね。もうガチガチでこう歩いたよ、普通に。こう、この辺でこうした、こうしました。こちらの弘典さんと信明さんも昨年の3月この場所でお揃いのタキシードを着て結婚式を挙げました。結婚します。人の気持ちを忘れることなく、互いを尊敬し感謝を忘れずに、信頼し合い成長できる笑顔に満ちた家庭を築いていくことを皆様の前で誓います。なんか本当に結婚したんだっていうのをみんなに認めてもらったみたいな感じで、やっと落ち着いて幸せになったよっていう感じはありましたね。今が一番幸せだという2人は、温泉好きだったことからすぐに意気投合し、交際へと発展。5ヶ月後には同性カップルを公的に証明するパートナーシップを宣誓し、結婚式を挙げたいという気持ちが高まったといいます。ずっと調べました。なんか同性婚できる福岡みたいな感じで調べたら、ここが一番トップで出てきました。当時書いてありました、ジェンダー関係なくできるって書いてあったので。どっちですか？どっちです？はい。どうして見つけた時はやるしかないな。現在の日本では同性婚が認められていないこともあり、結婚式さえ挙げられないと思っている人が少なくありません。そこで、ここ小さな結婚式ではイメージしてもらえるようにと、実際に式を挙げた同性カップルをホームページで紹介していました。特別視はしていないというのが正直なところです。目の前のお客様の要望は100組様いれば100通りあるので、それは僕ら前提で、接客の方はさせていただいておりますので、ただ例えば新郎様、新婦様というような呼び方はせずに、直接お名前でお呼びさせていただいたりとか、そういったケアはさせていただいてます。当時2人を一番近くで支えてきたプランナーの北原さんです。同性カップルを担当するのは初めてだったそうで、どう接していくとか先輩とかに聞いたりして、事前にちょっと勉強して二人のことを知ってプランニングしていきたいっていうのがあったので。北原さんね、本当に良かったって未だに言ってます。それがプランナーにとって一番嬉しい、今までやってきてよかったなっていう嬉しい言葉なので。満足していただくためにも講師を招いて研修を実施しているそうです。
知識を身につけることが大切だと佐藤さんは言います。男の人と女の人の結婚式と同じようにしてくれた、うん、それが本当に良かったですね、うん、我々はですね、日本中で結婚式を挙げやすい環境を作るということを目指しています。お金が理由だったりとか、規模が理由で結婚式を諦めてしまうという方がたくさんいらっしゃる中で、その方たちに結婚式を通じて喜んでいただきたいという、これが我々の思いです。そしてもう一つ、同性カップルに人気なのが、その姿を永遠に閉じ込めちゃおう、そう、フォトウェディングです。挙式や披露宴よりも気軽に行えると撮影する人が今多いんだそうですよ。もうオープン時からいらっしゃっていて、 YouTube とかあとはインスタに写真を上げてくださる方がいらっしゃったので、それを見て来てくださる方がいらっしゃいます。思い出を残せる場所として、スタジオルミナス天神ではロケーションのようなスケール感、季節感を味わえるセットなど、バリエーション豊富な写真撮影をすることができるんです。こちらの女性同士のカップル、誠さんと一子さんも2年半前にこの場所を利用しました。和装で一番最初に撮ったのですごく緊張してたんですけど、すごい衣装選びもすごく時間かかっちゃったんですが、こうお気に入りの似合う着物を見つけられたのですごく良かったです。これもう部屋に飾って毎日見て元気を出す一枚。こう私がウェディングドレスをちょっと着てみたかったっていうのもあるし、すごく彼女が私のドレス姿見たいって言ってくれたので。どうですか、ウェディングドレス姿見て。いや、もう最高でした超可愛かったです。フォトウェディングを通じて2人は家族の形に自信を持つことができるようになったといいます。皆様の他のお客様と同じで、お二人に合わせたご提案だったりとか、カメラマンだったりヘアメイクさんに事前に共有させていただいて、お声かけの仕方だったりとか、あとご要望内容を事前にお伺いしたりっていうのは引き継ぎをしていきます。性の多様性を理解して全員で取り組むことで最高の一枚とつながると井上さんは言います。なんか全然こう特別な対応感がなくてすごい良かったです。スタッフさんもみんなすごくこう温かく楽しく対応してくれて、その撮影したこと自体がすごくいい思い出になりました。写真を撮るっていうこの仕事を始めてから本当にいろんなお客様がいらっしゃるなっていうのは感じていて、でもだからこそこう受け入れられる体制があれば期待に応えられるかなと思うので、期待を超越できるようなサービスっていうのは引き続き続けていきたいなと思います。やっぱりセレモニーって大事ですね。新しい生活を始めていくんだっていう、うん、ね、誓いの儀式ですもんね。ご本人たちにとっては当然その誓いの場でもあるし、うん、それから、友人知人にこれからこういう2人で生きていきますっていうふうにお披露目をする場でもあるし、うん、友人知人が祝福をする場も絶対なきゃダメですよね。そうですよね、同じじゃないとね、あとはね、結局こういうのセレモニーを開くことで、うん、多くの方が出席をして祝福をする空気の中で、うん、はい、その LGBTQ に対する理解というのは当然広まっていくし、うん、多様な生き方があるんだっていうことを肯定する空気って絶対広がっていくんですよね。そうですよね、はい、ああやってホームページとかにこう載っていると、あ、前例があるんだっていうとこう安心して、ね、またね、次の方も行けますよね。とはいえまだまだご理解していただけるのにはハードルが高いようですね。小さな結婚式福岡店さんの調べによりますと、結婚式場側の、まあ、お考えとして LGBTQ プラスに対して保守的な立場を取っている式場が多いんだそうです。同性婚に対する理解がまだまだ進んでいないのが現状ですね。そしてカップルで、ね、お式を披露宴を挙げたいという方々、やっぱりちょっと傷つけられちゃうんじゃないのかなということで、まあ、特別視されてしまうという不安や心配があって、なかなか踏み切れないでいらっしゃるカップルもたくさんいらっしゃるようですね。法的にまだ認められてない部分はもちろんあるけれども、うん、結婚式しちゃいけないということはないですからね、本当に、はい、に関してはどちら側の意見に立
ってもやっぱりその空気として私たち周りがそれを許容して認めてあげられるそのおおらかさがないからそんな風に不安に感じちゃったりとか理解が進んでないってことですから一人一人の意識がすごく大事だなと思いますよね。まあでも勇気を持ってねこうやって結婚式というものを開いて皆さんと一緒にその祝福の場をこう共有されたっていうのはとっても素晴らしいことだと思ってこれが一つ一つその先に、まあ、法律の上での婚姻ということにつながっていくその第一歩一人一人の、ね、行動が、ね、なっていくのつながっていくんだろうなというふうに思いますし特別なこと珍しいことで亡くなる日が一日も早く来るといいなというふうに思いますね。はい、もう実際に結婚式挙げられたお二人の表情を見たら分かるじゃないですか。いい笑顔でしたね。そうなんです。幸せな表情がもっともっと広がらないと僕はダメだと思います。